もう言われている通り、ライザたちの最後の冒険なんですよ。声優になってから私は強気なヒロインを演じたいっていうことをずっと言ってきて、役が決まった時に、あ、私が本当にこうやりたかった女の子だなと思って、夢を叶えてくれたキャラクターだなって思ってます。結構私ライザと似てるんですよね。なんかすごい気持ちわかるんですよ。なんかセリフとか追ってると普通の人より倍こう声出しちゃうというか、すごいライザの気持ちがなんか手に取るようにわかるので、特別何かを意識してやってるっていうところはあんまりなかったかもしれないですね。すいません。全然違う現場とかでもライザの人だよねって言われました。なんかそれはすごい驚きでしたね。え、そうですみたいな、私がライザの人ですっていう、こんなにこう広まっているんだなっていうのはそういう部分で実感しました。ワンで錬金術に出会って仲間と離れて一人で故郷で先生をやって、2では都会に出て、じゃあ3で何をするのかっていう、すごいやっぱ悪ガキだったライザがどんな大人になって錬金術師としてどんな考えを持って今後の人生を生きていくのかみたいな、結構こう3は壮大なテーマが描かれていると思うので、まあ寂しいんですけど、でも待ってくれているライザのファンの皆さんがきっとこう納得していただけるような終わりになってると思うので、本当に発売を楽しみに待っていただけたらなと思います。